ヒーローインタビューだ。はい、井上さん、はい、10本釣られました、はい、おめでとうございます。作戦をまずじゃあ聞かせてください、まあ、どういうような、はじめ池見て、はい、まあ活性高そうなのもいるんですけど、まあ、いつもの感じだと、まあ、そんなには口使ってこないのは、あ、まあやっぱりこの魚釣り場の特性、魚の特性は分かってる、まああると思うんですけど、基本的に使ったのがもうほぼウィーパーだけ。ウィーパーの06と09で、ウィーパーの0609、はい、はい、表層じゃないですね、初めに表層で3本ぐらい取って、はい、で見ててもういつもの感じ、食わない感じだったので、全部あとはカウント入れてって、うん、下から取ってった、ね、おー、なるほど、いろんな層をこう、はい、あの軽いのを沈めて、ゆっくり待って沈めて、はい、丁寧に、ウィーパー結構刺激してくれるんですけど、はい、下から非常に嬉しい、おめでとうございます。今お亡くなりになってますけど、こちらによく通われてたね、アマリキューのイタリアの財産が中心になって作ったスイーパーということで、はい、はい、ウィーパーの0609で上から丁寧に取っていったということです。ずっと使い倒し、そうですね、あれで1回カウント入れましたけど、はい、あんまり倒したんですぐ持ち帰りました。大体まあウィーパーどうしますか、はい、もうウィーパー途中、なるほどね。ということです、ご参考に皆さんね、こちらで釣りをされるときはご参考にしてみてください。ということで、優勝の井上さんでした。おめでとうございます。写真撮影される方、今のうちに。はい。